ジェトロニックはドイツを本拠とする自動車部品と電動工具のメーカーであるロバート・ボッシュが1967年に発表したガソリンエンジン用の燃料噴射装置の名称でヨーロッパにおけるより経済的なエンジンへの需要の増大とアメリカ・カリフォルニア州で交付された厳しい大気浄化法をクリアするのを目的に開発された各世代ごとに違う頭文字がついている アナログ燃料噴射。D はドイツ語のダラックを意味しており、エンジン温度、エンジン回転数と並んで、吸入エア量をインテークマニホールドに設置された負圧センサで、測定したインテークマニホールド圧をもとに計算が行われ、インジェクタ内のシステム圧を一定に保つ、電動フューエルポンプと組み合わせた。VW1600LE、TLE に搭載され、 量産型乗用車世界初の電子、制御式ガソリン燃料噴射システムと1967年に登場した。なお、DJ トロニックという名称は、後継機種が出てから付けられたもので、当初はターンに、ジェトロニックと呼ばれていた。機械式燃料噴射。K はドイツ語のコンテニューナーリックを意味しており、ラムダ、クローズドループコントロールは付かない。1973年に、 ポルシェ 911T に搭載されたのを皮切りに、フォルクスワーゲン、アウディ、BMW、メルセデス・ベンツ、ロールス・ロイス、ベントレー、ロータス、フェラーリ、プジョー、ルノー、ボルボ、レロリアン、フォードヨーロッパなど18社の自動車メーカーが採用した。このシステムが最後に採用された車種は1994年型のポルシェ911ターボ3.6。 ケージェトロニックの派生版でラムダ、クローズドループコントロールがついているもの。北米市場向けはクージェトラーニックで言うは USA を示しており、カリフォルニアの排気ガス規制に対応するために開発され、後にケージェトロニックとなる。1976年のボルボ265に搭載されたのが初、電子制御機械式燃料噴射。液はア,アナログ。 デジタルどちらにも対応。ラムダ、クローズドループコントロールありとなしがある。北米では CISE として知られており、エンジンノックセンサーに対応したものは、決算 LE にジェトロニックにラムダ、クローズドループコントロールをつけたもの。北米市場向け。ありがとうございます。